私は一人でこの夢の世界に来た。なぜなら私はとても怒っていたから。あら、あなた帰ってたの。ああ、会社を辞めた。え、今なんて。会社を辞めた。シニアの青年海外協力隊に入った。去年から研修に通ってんだ。パラグアイへ行く。パラグアイってどこ。中南米だ。中南米ってどこ。南米の真ん中だろ。南米の真ん中で何すんのよ。植林だよ、植林。あ、また急に会えたって困るわ。私暑いの苦手だし。バカ、俺一人で行くに決まってんだろ。来月には立つ。待って、そんな大事なことなんで勝手に決めちゃうのよ。俺は今まで会社と家族のためにしか生きてなかった。これからは世界のために生きるんだ。世界と。30年近く連れ添った夫は世界を救うために旅立ってしまった。怒りはある日突然猛烈にやってきた。銀座で夫の1ヶ月半分の給料にあたる服と靴を買ってやった。ざまみろ。夫と同じくらい非日常を生きるために私はここへやってきた。ここで笑ってないのは私だけなのね。来たんだけどな。違うわよ。人生には迷ってるけどね。なんで一人なの。なんでかしらね。この間までね、旦那さんいたんだけど遠く行っちゃったの。遠くってどっち。あっちの方かな。パラグアイがどっちかなんて知らないわ。ロストリバーデルタ。ん、ロス。クミのあげる。はい。あら、優しいのね。でもいいわよ、悪いから。大丈夫、お兄ちゃんも同じの持ってるから。はい、ありがとう。お兄ちゃんはどこ。いなくなっちゃったの。今探してるの。へえ。クミ、お母さん、お兄ちゃんは。あ、お父さんがあっち探してるわ。ほら、これ着なさい。風が出てきたから。迷子ですか。
私たちが妹ばっかり構ってるもんですから、へそ曲げたみたいで誰だって自分のことだけを見ていてほしいんですよね。クミもお兄ちゃん探しに行く。じゃあね、バイバイ、バイバイ、おばちゃん。お兄ちゃんすぐ見つかるわよ。クミ待って。自分のことだけ見ていてほしいか。ちょっと救護室に連れて行きましょう。どんでもない、大丈夫です。どこ行かれるんですか。とここかな。あー、ミスティックリズムか。僕が戻る方向と一緒ですね。すぐそこです。あの、本当いいですか。大丈夫、全然大丈夫です、ね、全然大丈夫です。大丈夫、世の中には親切な人っているものなのね。夫もこんな風に誰かに親切にされたことがあったのかな。だから世界を救おうなんて。それにしてもこれ悪くないわね。恋人同士に見えるかしら。いやだ、私ったら何考えてんの。全然大丈夫。クミ課長。あれ、君たち奥様ですか。あ、いえ。違うに決まってるだろ。すいません、その人もな、珍しいとこだよな。チケットもらったんですよ。ひょっとして咲田君から。そうですけど。ほんでなんで咲田君いないんだよ。知りませんよ。な、この人、この二人のどっちかに気があるんじゃないかしら。くも俺の心遣いよ。久留米課長、何言ってるんですか。なんだと。私たち急ぐんで失礼します。何、失礼します。おいおい、あの子たち言っちゃいましたけど。いいんです、いいんです、あの会社の子たちですから。もうどうぞ行ってください。大丈夫ですか。そうですか、はい、じゃあね、ここがね、ミスティックリズムですからね、はい、ね、じゃあお気をつけて、はい、あ、ね、何ですか。好きな人を残してどこか行ってはダメよ。特に南米はダメ。え、それから内緒事はなし、二人の間に秘密はなしね。ひょっとして占い師さんですか。いや違うわよ。ただ、まあ、人生多く生きてきたものの教訓。わかりました、ありがとうございました。顔違う、ハッピーな顔してる。何かいいことあった？わかる？まあいろいろとね。あなた名前は？バニラです。お母さんは？あ、私はミサキ。ミサキちゃんね。そう。バニラちゃんは誰かと一緒じゃないの？一緒だよ。Look, baby。女装教育。ああ、ジョンソン教育ね。それ。あなた、体冷やさないようにね。うん。はい。Thank you、美咲ちゃん。ありがとう。
旦那さんが遅れて待ってるの。私今まで自分が世界中で一番不幸だと思ってたけど、あなたのがよっぽど大変だったのね。夢を追っかけて知らない国で一人働いて。ううん、全然大変違うよ。バニラ働くは家族守れた、家族助かった。だからバニラもすごく嬉しいよ。すごいハッピー。へえ、夫もこうやって私と家庭のために働いてくれてたのかしら。私自分が幸せだってこと忘れてたの。ねえ、マネアちゃん、今夜うちに泊まらない？え、いいの？もちろんよ。うちの庭ちょっとすごいのよ。へえ、嬉しい。ありがとう、みさきくん。あ、みさきちゃん、そろそろ行きましょう。どこへ？あっち。じゃじゃらーん。じゃらららーんってどこ行くのよ、分かってる。素直に笑うその時だけ心の扉が開く。あなたと共に見つめている七つの海へと幸せ。情操教育はきっと私にも必要だったのね。ねえ、今度また一緒に行きましょうね。今度はお子さんも一緒にね。うん、美咲ちゃんのダーリンさんもね。ここにいると世界中が幸せみたいに思える。世界中の人間が、それから自分もすごく幸福で温かな世界に生きてるみたい。それはきっとここが自分でも忘れてる日常の小さな幸せを思い出させてくれる夢の世界だからなのかもしれないわね。